久保さん、みんなの銀行ですね。昨日入ってまして、28万6千ですね。28万6千。この59円はね、なんと利子っていうね。そう、この紹介したお金に対して利子がついてるっていうね。すごいですね。はいえー、今回、島田晋介さんに行きましょうか。あの希望をせなかった人だけが最後に割る。未来に目を向けていれば嵐の去るのは早いでと。はい、まあ、希望というかね、 まあでも最後には笑いますね。30万ですからね。ほら、俺はどうだ、30万いっただろうと。いくらですかって。ね、1500円ぐらい、1000円とか、まあ数千円が関の山じゃないですか、一般の人は。まあ1年も続ける人いないですからね、これを。うん。で、僕はね、知ってるんですよ。まあ久保さんが言った通り、これはね、僕はすみません、情報発信してるので、結局、その30万稼いだらウィーではなく、違う側面でアプローチができるんですよ。 どういうことかっていうと、これみんなができることですよと。みんなの銀行みんなができることですよ。別に僕特別な能力がありましたかじゃあ、1本でね、100万回みんなの銀行を紹介したら100万回回しました。これね、今1000円なんで300人紹介しないといけないと。300人ってまあまあ多いですよね。だけど、僕の動画って300回回ってるのはそもそもあんまないし。ね、数十ですよ、再生数。 この数十の再生数ってあなたもやろうと思えば出せませんと。数十ですよと。え、数十の再生数回すことって不可能ですかと。多分これは可能ですと。じゃあなんでここに収入の差が出てるのかっていうと、そのできることを僕はやっている。あなたはできることをやらない。ただそれだけですっていう。だから稼ぎたいんだったらまずできることをやってくださいっていうようなメッセージをこの結果から言えるんですよ。強くね。 強く言えますね、うん、ただ30万稼いだろすごいだろうもうもちろんそれは使えるんだけどもねうんだけどまあ本当にこっから伝えられるのはそういうメッセージなんですよでそのメッセージを使ってドリア化売るってことですね <laughs> それで商品売っていくっていう話ですよねいやできることやりましょうよと稼ぎたいんだったらできることやりましょうじゃあできることがわからないじゃあこれ方法を教えますっていう まあそんな感じで僕はすみません。そういうビジネスにつなげていくので。だこれもずっと使えますからね。まあみんなの銀行のキャンペーンがずっとやってるんだったら、あのずっと多分、まあ30万いった後も僕動画撮れるんで、これで。いろんな方向性で。で、あとはまあスクショとかの武器としてもね、30万っていうとか実際に着金してるので、そこも使えますし。だから僕、まあ久保さんはね、多分引き出してると思うんですよ。 で僕はもうこれ、証拠というか、スクショで使いたいんで、ずっともう保留してるんですね。ここに置いといてるんですよ。ずっと。その30万マックス行きましたっていう、これが欲しいんで、それをスクショに使うとかね、それを使いたいんで。うん。で、あと動画で、それも全部履歴も全部、その、みんなの銀行を紹介した履歴ブワーあるんで、で、それも使いたいんで、もうここはこれだけにしてますね。だからその未来のことを考えてますね。<laughs> 未来に向けていろいろやってますよ、はい言ってらっしゃい